2023年4月下旬、実家の母から届け物がありました。入っていたのは黒く大きなアリ、クロオアリの新女王です。数日前に庭で見つけたとの一報を受け、送ってもらっていました。きちんと湿らせた脱脂綿を入れてくれていますね。お母さんありがとう。ちょうどこの時期、野外ではクロオアリが結婚飛行の時期を迎えていました。例年5月に入ってから飛行のピークを迎えるクロオアリですが、今年は各地で4月の早い段階から飛行が始まったという情報が出ていました。採集したいと思っていながらもタイミングが合わずにやきもきしていたところでの母からの一報。さすが我が母親です。ということで、今回はこの実家から送ってもらったクロオアリの新女王を一から育てていきたいと思います。新女王の管理や産卵、幼虫の成長などを経てクロオアリのコロニーが出来上がるまでの様子など、どうぞごゆっくりお楽しみください。今回の動画は以下のような流れとなります。1つ目にクロオアリの生態、2つ目にクロオアリ新女王の管理、そして3つ目に成長記録です。それではまずクロオアリの生態について確認をしておきましょう。クロオアリの生息地は北海道から本州、四国、九州、屋久島、トカラ列島北部まで、国外では朝鮮半島や中国にも分布域が広がっているようです。コロニー形態は巣内に女王が1匹のみの単女王制、営巣形態は土中営巣制で、山林内や都市公園などの日当たりの良い場所などに営巣します。結婚飛行は4月下旬から5月下旬頃まで、気温が高く風のない蒸し暑い日に大規模な結婚飛行が行われ、日中から夕方頃にかけて羽を落とした新女王が見つかります。またクロオアリは女王サイズ18mm、ワーカーの最大サイズ 12mm という日本最大級の大型のアリで、大きくて観察がしやすい点、新女王の採集がしやすい点などから、アリ飼育初心者やベテランまで多くのアリ愛好家から人気を集めるアリです。それでは我が家に届いたクロオアリ新女王の管理に入っていきましょう。今回はこちらの飼育巣、スリーウェイメッシュ石膏巣を使用していきます。クロオアリは土中種なので室内の加湿が可能な石膏巣が適しています。それでは早速女王を飼育巣に移しましょう。うまく入りました。計らずも勝手に入ってくれたような感じでしたね。これでまずは一安心。あとは女王が室内で落ち着いてくれるよう安静にして待ってあげましょう。新女王が単独でいる間の飼育管理について、我が家で心がけているポイントは以下の2つ。 2、3週に1度程度蜜餌で体力補助をすること、ワーカーが生まれるまでは極力安静にして保つことです。それではここからは我が家に来たクロオアリ新女王がコロニー化するまでの3ヶ月の成長記録を見ていきましょう。4月25日、女王が我が家に届いてから2日後、女王はすっかり落ち着きました。飼育巣に取り付けてあるチューブを通して最初の蜜餌を与えましたが、
撮影する間もなく飲み干してしまいました。そして翌日4月26日、女王は産卵を開始しました。卵は2つ見えますね。これからいくつの卵を産卵してくれるでしょうか。4月30日、卵は5個に増えました。5月12日、卵はさらに増えて10個程度に。腹部も大きく膨らんでいます。クロオワリの初期コロニーにおいて、最初に生まれるワーカーは平均的には10匹から15匹前後。第一陣の産卵はもう少し続くかもしれません。5月25日、幼虫が孵化し、すでにいくつかは大きく成長を始めています。5月29日、巣内に繭が現れました。結婚飛行からは約5週間です。6月4日、繭の数が増えています。6月10日、繭はさらに増え、9つが繭となりました。6月16日、結婚飛行からは約8週間、ついに初ワーカーが羽化しました。女王も頑張りましたね。女王がたった1匹で育てたワーカーは小さく華奢ですが、これからはこのワーカーが女王をサポートしてくれます。晴れてコロニー化です。7月9日、ワーカーが10匹を超えました。もうすっかりコロニーの手を成していますね。おそらく第一世代の大半が羽化したのではないでしょうか。7月26日、ワーカー数は17匹。室内には後続の繭や幼虫がたくさん控えています。数は合わせて約30ほどでしょうか。冬を迎えるまでに全てが羽化すればワーカー数は50匹前後になりますが、果たしてどうなるでしょうか。今後の経過が楽しみです。いかがだったでしょうか。今回は一から育てるクロオワリということで、実家の母が採集したクロオワリ新女王が我が家に届いてからの約3ヶ月の様子をお届けしました。女王は飼育室に入ってからスムーズに産卵を開始し、約2ヶ月で順調にコロニー化を果たし、その後も次々にワーカーが誕生しました。これから越冬時期を迎えるまでの間、ワーカーはさらに増えていきますが、コロニーが成長するに従い、最初はか細く小さかったワーカーの体格が少しずつ大きくなっていく過程に注目するのも観察の面白いポイントとなるでしょう。無事に1年目を締めくくり、2年目以降に大きなコロニーへと成長してくれるよう飼育観察を続けていきたいと思います。今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。